地上波でカットされた喧嘩ランキング、よいしょ。さあ、ということで寮長、今回は、その現場では、喧嘩止めに来てくれた人に悪口を言って、現場では受けたけども、後々、放送を見たらなぜかカットされてたっていうランキングです。いろいろ都合上、はい、そんなランキングやっちゃダメなんじゃないの？本当はダメよ。でも YouTube だから俺は大丈夫よ。 YouTube ってそういうことやっていいんだ。 YouTube ってそういうことやる、もうあの媒体だから大丈夫。みんなそういうことやってきてるから、ね、うん、番組名は皆さんに予想してもらう。そうだね、番組名はあげませんよ、ね、うん、もちろん言わないよ。でも番組名は伏せて。でもそれはあのクイズみたいな感じでおもろいかも。そうだから、まあ、皆さんコメント欄で、うん、この番組じゃないとか書いてもらえればいいじゃないですか。 それはね。で、この動画が削除になったら、どこかしらの事務所の圧力があったと思います、うん。まあ、だからその放送が、まあ、されてないっていうこと自体でももう圧力は多分あるからね。でも我々的には放送できるレベルだと思っていろいろ言った文言です。まあ、だからそれ本人が嫌がってるとかじゃなくて、まあ、あっちの事務所さんとかがいろいろ忖度して、いろいろ作品の都合上とかもあるんで、ね、そうそうそう。だから別にね、そんなにあれなんだよ。まあ、待って、そんな、こんなに鬼越トマホークが前振りで戸惑ってるってことは、うん、割とやばい企画なんだ。正直ちょっと俺はビビってるよ。どっちがやろうって言い出したんだっけ。でもどっちがやろうって言い出したんだっけ。いやいやいや、それでお前、せーの、お前だお前だでとりあえずお前だろ。これはやってみてどうなるかはもう分かりません。もういろんなとこから圧力ですぐこの動画消されるかもしれないけど、まあ、それちょっと一回 YouTube で攻めてみましょう。じゃあお前の企画じゃん。いやいやいや、お前がやりたいって言ったんだ。お前がやりたいって言ったんだよ。じゃんけんじゃんけん、最初はグッチャグッチャ。じゃあ俺の責任な。だ、いいよ。でもじゃあ苦情は居酒屋金ちゃんの。いやいや関係ない関係ない。いやいや、食べログの口コミでいいよね、苦情は。それではいいじゃん。いやそれだったらいくらでもいいよ。あそこ苦情しかない。いやいやもう、もしこのランキングとかに苦情ある事務所関係者の方は、実家の居酒屋金ちゃんの、食べログの口コミで文句言ってください。わざわざそんな面倒くさいことしねえんだよ。じゃあちょっともう3位からいきましょう。はい、その場でめっちゃウケたけどなぜかカットされた。いい、じゃあ3位俺ちょっと書くわ。いわくつきですね。はい、サエコさん。タレント。はい、まあ、元ダルビッシュさんの、まあ、奥様で、今もタレントで、まあ、元、ダルビッシュ、ショウさんの奥さん。いやいや違う、ユウのこと。ユウで、はい、あ、ショウの方はもう、いわくつきの物件ですから、はい、物件そこはいじっちゃダメだよ。まあ、これサエコさん、これは、りょうじゃんなんて言った覚えてる？うるせえな、うん、お前、いろいろありすぎて触れづらいんだよ。で、本当は思ってないと思うんですけど、まあなんかいじろうとしていろいろ調べたんですけど、すべてにおいていじっちゃダメだなって結論になったんで、あの許してもらいたいなって思ってるわけだと思います。これすげえ受けて、受けたよ。しかも受けたし、うん、確信つく、なんか放送禁止用語言ってないから いけると思ったんだよな。リアルにこれは僕らは、まあ、放送できるだろうなっていうラインを攻めたんですけど、放送上はちょっとカットになった。カットになりました、はい。まあ、これが3位だね。これはしょうがないね。まあ、これは別に、でもまあ、本当に我々もね、放送されなきゃしょうがないから、テレビの場合は。YouTube とかだったら、平気で、うん、やばいこと言いますけど。まあ、だって YouTube だって俺らが権限持ってるからね。そうそうそう。地上波は CM とかそういうのもいろいろあるから。まあまあまあ、いろんなことがあるから。で、結局、地上波は我々もさ、本当に面白いことが放送されなかったりするのはしょうがねえって思っちゃって。まあそれはだからもう文化だ、日本の文化、いろんな大人たちが絡んでるから、これは。そうそうそう。で、これはしょうがないです。俺らもそのなんか、まあチキンなとこはあるかもしれないけど、放送されなきゃ意味ないとは思っちゃったよね。最初もカットされまくった時期あったじゃん。だからもうそれは乗り越えて、うん、結局カットされてもその現場で受けてもしょうがないと。もう誰も見てないから、その現場の人は知らないから。だから放送されるラインで言ったけど多分ダメだったっていうのがこの最後さんね。これどっちかがコンプラ違反だったんじゃない？金ちゃんじゃない？いやいや、俺は何も言ってないから。なんで言ったの金ちゃん？本当は思ってないと思うんですけど、まあそ言いたいことたくさん、まあ調べたんですけど、結果的に調べちゃダメじゃない？調べて何出てきたの最後さ。いやいや、それ言えないここで。検索して一発目で。あ、じゃあいいよ。検索今。いやいや、ロジャー、いいいい、ロジャー。検索して、じゃあ、そのワードは言わないよ。言わない。検索して。あんま深追いしちゃダメだから、こういうのは。わかった。もういいよ。サエコって検索したら何が出てくるの最初？スペースダルビッシュです。いやだからいいんだよダルビッシュは別にみんな周知の事実だから。そう。でも、でもやっぱ出てくるから。まあまあね。まあじゃあもう2位いきましょう。誰とも好きでしょでも。いやもうサエコさんもダルビッシュも好きよ俺は。どっちが好き？ダルビッシュ。それが野球好きだから。野球好きだね。野球好きだからそれは。でもダルビッシュさんさ。ダルビッシュさんつって。ダルビッシュさんさ。
結構 SNS 力入れてるから、いつかお前ダルビッシュの球打てるかって、まあ、YouTube もやってるからね、打てる正直。いや打てない打てない、そんなものはもうプロのもう一番上だから、もうお笑い界に行ったら、いや どっち選ぶ、どっち選ぶ、いやいるじゃん、違う、これだけ聞かせて、何ダルビッシュ U の球打てるかって YouTube の企画と、うん、ダルビッシュショート1ラウンドガチスパーリング、どっち選ぶ。いやいや、 U の球が打つよそれ。ショート喧嘩して何があんだよそれ。ショートスパーリング、ショートスパーリングじゃ何があんだよ。超強いよ多分。いやいや、だからしたくないよそんな、何のプラスもないし。どっちがバズる、どっちがバズる。ショーに勝ったよって自慢できないからU の球打ったよは自慢できるけど、ショーに勝ったよは全然自慢できないから俺は。いやいや、裏社会では自慢できる。いや裏社会に行きたくないの、もう反社とか絶対もうつるんじゃダメだから。もういい、じゃあもう2位に行きましょう。反社じゃないよ、ショーは YouTuber 始めて、もともと反社だろもうあんたバカ野郎。はい、いいよ、まあ、はい、2位。2位はまあ俺放送されると思ったけど、あれじゃない、蛍原さん。あ、蛍原さんね。蛍原さんに何回か言ってるけど、うん、あ、じゃあ蛍原さん言ったよ。なんて言った、あのこれカットされたやつね。蛍原さん止めに来ました。うるせえな、お前も YouTube 始めろよ。あ、そうか。それで俺は本当は思ってないと思うんですけど、宮迫さんがあんだけ跳ねてるんで、もう蛍原さんも便乗して YouTube 始める方が絶対いいんじゃないでしょうかって言ったの。まあそれはさ、まあアドバイスだからさ、これは別に俺らも乗ると思ったよね。そうだね、うん、いやでも絶対始めた方がいいんじゃない、まあね、やっぱり蛍原さんは俺はやった方がいいと思うよ。もうもう佐古さんの一人勝ち状態になってるじゃん。だってさ、あの渡部さんがああいうふうになってさ、うん、その後小島さんが初めてバズってるからね、うん、今だから相方へとかスキャンダル芸能人で、あのいい時期に YouTube 始めてバズんなかったの木下さんだけだからいやお前名前出すなよ、もうもう黒歴史なんだから。これだから名前は全部言っちゃダメだけど、全ての木下で始めればいいんだよ、木下チャンネルだから全ての俺思い当たるだけで3人ぐらい、3人ぐらいの3人ぐらいの人で木下チャンネルやったらバズるよ。木下チャンネルで3人で集まっていろいろ企画やってほしいよね。やってほしい、うん、それは面白いよ。でもその蛍原さんが止めに来て、お前も YouTube 始めろよは受けたしな。いやだからそうだよ、だからそれはもうまあ LINE としては放送してもいい LINE だけどね。そうだね、まあなんかあったらまあまあ時間もあるしね、単純にキュッとしてさ。でもじゃあフォトチャンネル始まったら何やってほしい。やっぱまあでもあれじゃない、やっぱ宮迫にペットボトル投げてみたとかね。いやまあでもまあそれもいいけど、はい、もう純粋に宮迫に食べに行ってみたっていうそれかもう本当になんか串カツ、あの田中が、ね、田中が串カツ宮迫みたいになったから、そこで二度漬けしてみたでしょ。いやだ、いやこの時期絶対ダメよ。ホトさんはね、二度漬けは普段もダメだけど、うん、この時期一番ダメだから。でもその俺はね、この吉本ともいろいろなんかあるけど、うん、いつか雨上がりさんに絡んでほしいから YouTube 始めるしかないんじゃないかと思っちゃうんだよな。まあ、そうだね。だからそれでさ、いいや、音が通るのゴルフチャンネルでいいじゃん。いやだからそれで宮迫さんゲストとかでいい、キャディーでいるっつうと宮迫さんって紹介せずに後ろでキャディーで、トドロキさんのキャディーがいるみたいな。いやすぐバレるじゃあまあ1位いきます。1位はあでも決まってますよ僕。あれだね、はい、俺もあれだね。じゃあせーので言うよ。せーので行こうか、はい、じゃあいくよ、せーの、東出くん。あった東出くん。東出くんはこれあいよ、まあ、喧嘩して、はい、ちょっと書いといて。こういうあの東出くんの報道とか出るはるか前ですからね。もう3、4年前ぐらいかな。普通にあの東出さんが俳優として普通にゲストで来られた時の、普通に僕らが喧嘩して止めに来た時言ったことですよ、はい、あのだから僕ら渡部さんにもずっと鼻につくんだよとか言ってきたけど、ああいう事件起こる前ですか。前で俺らは逆に、はい、あのそういう事件があったら一切いじらないです。僕らはその弱者というか、俺らもビッグなんとジャイアントキリングで行くから。なるほど。その名前がある人にはガッて行くけど、その人たちが弱ってたりとかメンタル的にもうねちょっとまあかわいそうだなって思ったら、うん、俺ら絶対やらないから、うん、いや結構渡部さん事件後も渡部さんって名前出してたよ。いやいや渡部それはあれじゃない、グルメ王みたいな。いやいやそれグルメ王って言ってるだけでしょ、うん、渡部さんとは直接言ってないし。で渡部さんとだって俺が新グルメ王だとか言ってた。違う、こっちも被害者なのよ。やっぱ渡部さんっていうワード出したらさ、それまで受けてたから喧嘩とかでも、でもそれが全部使えなくなっちゃったから。やっぱ東出君の話を、うん、だからこれ東出君僕ら喧嘩しました、はい、東出君止めに来て、はい、なんて言いましたか。うるせえな、お前の演技棒読みなんだよ。いや芯つきすぎよこれ芯はついてない。いや
で芯はついてない、笑えるバラエティ用語だ。本当は思ってないと思うんですけど、まあ不良の役とかいろんな役やられてますけど、まあ、全てがなんか同じような役に見えちゃうかなって思ってるだけだと思います。いやこれ言った言いました。で現場、まあ、まあまあ受けましたよ。受けましたけど奥の方のやっぱりスタッフさん、事務所の仕方とかね。いや本当にそういう風に思ってるわけではないかもしれないけど、だって本当は思ってないですけどって言ってるもん。そうだから、そう言ってるじゃん。だからそれを言ったらウケるだろうなっていう、俺らのその時はもう3、4年目だからチャレンジ精神だよね。そうだね、そこはね、ぶっちゃけで、あの時俺らもあ、もう放送されなくていいやモードで、あ、そうそうそう、だ全部カットされてたもんね。全部カットされてた、うん。でもその中でもじゃあもう行っちゃえみたいな。そうよ。で受けたし、東出君もちょっと笑ってくれてたから。東出君ってめちゃくちゃいい人だね。めちゃめちゃいい人だから。その時背高い、ジャパニーズパクセロイだから言ってもらっていや、だからその時に来た時に、うん、言って、普通の俳優さんとかだったらさ、ムッとしてもおかしくないじゃん。だけど東出君はいや笑いながら、いや何言ってんすかみたいな、ちょっと勘弁してくださいよみたいな。でもその笑ってる、その笑い声の棒読みだったもんね。コラお前、コラだよこれは。いや違う、演技棒読みって悪いことじゃないでしょ。別に俺らがそう思ってたっていうよりかは、うん、なんかその時の俺らって、うん、なんかこんなこと他のやつ言えないだろみたいなやつがかかってた。ちょっとそうだね、そうだね、その本当に思ってるっていうよりかは、これこんなの他のやつ言えないだろみたいな、こいつは本当に思ってました。いや俺も思ってないですよ。で結局その場受けたけど、うん、当然のこと全カットされて、放送はまあさすがに全カットかと思った、うん、何年か後にこういう東出君のスキャンダル出たら、うん、あのネットに、まあそうだよな、東出君演技棒読みだもんなとか書かれてたよな。いやだからそれは俺らが予言してたわけではなくね、うん、まあだからそれは一般の人の声でしょ、本当に思ってたの。それはでもそんなことはないでしょ。いや淡々としてるなと思うんですよ。淡々としてるなって、まあまあ、だからこれをまあ他のやつ言えないけど俺ら言ったらどうだみたいな感じっていうのはあったよね。その時そのかかってたじゃん俺らも。そうそう、かかってた、かかってた、うちかかってた時代だよね、これ3、4年前。そう、今はテレビにちゃんと出ようとして順応してきてるけど、かかってた時代だから。でこれ番外編1個言っていい、最後に東出。番外編、番外編、番外編、これは、うん、これはあの収録はしたんですけど、うん、それが大阪の番組 で、うん、で放送されたかどうかも分かんないし、うん、別に SNS チェックしても、うん、あの鬼越がこの人にこう言ってたって情報なかったから、うん、放送されてない、カットされてるかもしれないっていうので、誰、蝶野正弘さん。蝶野さんね、はい、もう最高ですよ。俺はもう大のプロレスファンですから、蝶野さん来るとここではこっちでいいんだよ。これは大阪の朝の番組だったんです、なぜか。でそれが放送されてるかどうか僕らがチェックできなかったんで、放送されてないかもしれないやつで、蝶野さん止めに来ました。なんて言ったっけな、うるせえな、お前技2つしかねえじゃねえか。受けたよこれ、なぜか知らんけど。俺はもうプロレスファンだから言わせてもらったんだよ。で俺全然プロレス詳しくないけど、うん、本当は思ってないと思うんですけど、技2つだし予想以上に体だるだるなんで、もうちょっと頑張ってもらえたら。最悪だよそれは言ったよ俺は、うん、で、蝶野さんちっちゃい声で何て言ったか知ってる？何て言ったの？いや3つあるよ。少ねえよ、それでも少ねえよ。まあ、見て、プロレスラーって技少ないのがいいとされてますから。お前リスペクトはしてんだよ。リスペクトは、俺グレートムター T シャツですよ。で僕は無党派ですけど、蝶野さん三重士が大好きだから。でも闘魂三重士の中でも蝶野さんはもうやっぱ一番技少ないっていう。じゃあ別にそのバカにしてるとかじゃないんだな。そう、ちゃんとリスペクトあってのディスリーってことだね。あの本当はね、3つって本人言ってたけど、4つあるんだけど、4つ目の技は3年に1回ぐらいしか出さない。あ、もうそのなんか珍しい技なんだ。そう、珍しい。それなんていう技なんだ。裏 STF っていうSTF があっての裏 STF。 いや一緒じゃねえか、1個じゃねえか、もうそれ4、5個あるよ。本人3つって言ってたけど。ああ、そうだね。でも、まあ、でも、ね、でもあの師匠クラス、お笑いの師匠クラスって下り少ないでしょ。まあ、ネタは2本ぐらいしかないからね。そう、でもずっと受けてるじゃん、うん、それと一緒でプロレスラーも技少ないって褒め言葉あれなんでしょ。その技が出たら、うわー、あれ切れたみたいな。だからそれが3回だから、あ、ちょっと少ないなって思うから。だから実際蝶野さんの試合見に行くと面白いんだけど、闘魂列伝とかそういうゲームってやっぱ技多くないと面白くねえじゃん。蝶野さんと戦ってもずっとその技やってるだけ。喧嘩キックもうはっきり言っていい、うん、ね、
まあ、そんなにフォローすんなら言うなよ、蝶野さんの話。なあ、お前一番ショック受けてたから。いやだからあのそんなに、うん、その言った後にフォローすんなら言うなよ。そう、もういいんだよ、3位今出てるから。あと番外編とかで言って、プロレスラー意外とショック受けやすいから、真壁さんにも言ったから。いや真壁さんもそれやるじゃん、もうさ何回もあるから、この企画。じゃあ真壁さんに言ったのは次回で。次回、はい。あともうそんなとりあえずお前さ好きなんだろ、プロレス大好きだよ俺。好きなのにさここまでフォローしなきゃいけないこと言うなよ。違う違う、大好きだから言いたいわけよ。まあ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 、うん、ちょっとねこれ以外にもね、そう今は思い出せないですけど、多分思い出したらたくさんあるんで、あるある、いっぱいある。ちょっとこれは、まあ第2弾第3弾とやっていきましょう。い以上、はい、地上波でカットされた喧嘩ランキングでした。チャンネル登録お願いします。ゼアいやゼア、これは永田さんでしょ、およく知ってる。ゼアゼア。はい、以上、はい、以上。何何以上。